自作自演とは創作した作品を自らの手で演じること。本校で衝術する。マッチポンプのこと。狂言強盗や狂言誘拐等の語に変えて人を騙す目的で仕組んだ行為全般。自作自演の源は現代のように情報伝達が発達していなかった古代ギリシア時代に楽器の七言語とを用いて、 楽器伴奏と共に、使徒を朗唱しながら、各地を旅した、女情詩人や吟遊詩人に橋を発する。中世ヨーロッパ期では、フランスでは、トルバドール、イタリアでは、トルベール、ドイツでは、ミンネゼンガーと呼ばれ恋愛や、民衆の歌を歌いながら、諸国を遍歴した、詩人音楽家や宮廷詩人へと継承されていく。死の三大部門現代においては、 作詞作曲もしくは作曲を自ら行い歌う人をシンガーソングライターと呼び他の自作自演のものと区別している。ジャグリングを行うジャグラーには銀遊詩人のほか旅芸人としての意味もあり各地を点々と移動し道を往来する人々を相手に芸を披露する大道芸の多くも演出方法は自作自演のものがある。現代においてはお笑い系のネタの多くは 芸人自らが日常生活から体験した事物やニュース等の出来事にヒントを得て意外性や非日常をテーマに自作自演される。著名な芸人は過去十数年に数百冊のネタ帳と呼ばれるアイデアを残して常に持ちネタが途切れないように努めている。クラシック音楽においては18世紀までは作曲を行わない指揮者、 楽器演奏家はほとんど存在していなかった。また、現在のように、昔の作曲家の作品を取り上げる習慣は、あまりなく、音楽家は、自らの手で作り上げた作品を、自ら演奏することが普通であった。19世紀になって、他人の作品を演奏することを専門とする者が、登場してくるが、その時代においても、今日作曲家として知られている者たちの多くは、 何らかの形で演奏家として活躍していた。レコード誕生後の時代の作曲家に関しては、必然的に、現在でも彼らの自作自演の音源を聞くことができる、場合が多い。ラフマニノフ自身による、ピアノ競奏曲第2番や、レナード・バーンスタインによる、ウェストサイド・ストーリーなどの録音が、特に有名で、演奏家としても著名であった彼らの自作自演版は、 作品解釈の基盤として、極めて価値の高いものである。今日においても、作曲家の多くはピアノを弾けるであろうし、指揮を学んでいるであろうが、自作自演を行うことは少なくなっている。演奏家の方でも、作曲家でもあると紹介されるものは少なからずいるが、その、作品が作曲した、演奏家本人以外に演奏されるケースは、ほとんどない。ありがとうございます。